大阪江口の声優プレイ。じゃあ江口くん、あれ高い声ってあんま出さないの普段？え、普段のテンションのやつは。いや、なかなかそうですね。あ、そうだったんだ。はい、これ1回目からさ、あのテンションなんで、はいはいはい、江口くんこういう風にやってんだと思ってたからさ、はい、今聞いたらだいぶさ、助走までに無理するじゃん、はい。いや、なんか申し訳ないなと思って。いやいやいや、助走とか言うのやめてもらっていいですか。ちょっと変化つけようかなと思って。カメラ回る前にすごいやるじゃないですか。あ、うん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 、回ってないんですから。はい、はい、大丈夫です、はい、いやいや、そんな、はい、そんなテンション低くない。あ、いやいや、そんなやるじゃないですか。アホじゃないですか、もうアホキャラじゃないですか、それは。なんかしんどいんだったらもうしんどくないですよ。変わっても大丈夫ですよ。全然僕こんな仕事ばっかりなんで。やらしてください。やらしてください。さあ、エグさん、え、前回はね、はい、初めて8000ブロットで撮った写真を現像してきましたけども、はいはい、出来が非常に良かったですね。非常に良かったです。本当に自分の中ではもうびっくりするぐらい、こんなにいい写真撮れるんだって思ってた以上だったですね。以上でした。まあ見せられたら、なんじゃこれっていう、ね、被写体でしたけども、好きになれそう？いや、もうだいぶだいぶ好きになりましたね。いいでしょう、はい、ね、この子。エグさん普通に使ってらっしゃいますけど、ハセオブラッドはプロ中のプロ機ですから。お見それしました。一番にそのカメラ買う人、多分世界で一人だと思います。お互いに写真を撮り合って、はい、それを事務所の宣材として使おうのコーナー。でもやっぱ全体像見えてないですね、僕は。あ、全身を撮りたい。全身撮りたいですね。なるほどなるほど。全身を撮るならば、はい、もうこんぐらい引かなきゃダメですね。さあ、じゃあ、はい、見ますよ、僕、はい、いいですか？お願いします。ほう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 、どうなるんだろう。エグさん、はい、まず、はい、喜んでください。え、完璧にピントが来てます。構図、はい、100% です。おお、これはもう来たんじゃないですか。ただ、え、面白みにかけますね。一番言われたくない。こちらの江口さんの心を切り取ったような写真、はい、どうぞご覧ください。心え、めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃピンときてます。ちゃんとピントも素晴らしい、はい、構図ももう足から頭までびっちり入ってます。完璧、はい、ただ面白みは何もないです。数字の1って、数字の1書いただけです。でもこんな綺麗に映るんです ね。さあ、小野坂さん。僕の本当にもう、あの、出したばっかりのやつなので、もしかしてピントが来てないかも。取、はい、れてるかな。取れてる。ちょっと黒くなってたら嫌だ。お願いします。黒くなってたら嫌だ。ちょっと取れてるかどうかだけ教えて。おお、取れてる、取れてる、取れてる。ちょっと待って、黒くなってたら嫌だ。何その顔、やめてよ。何その顔、何何何何何で、取れてんの、取れてるか。取れてる、取れてる、やった、やりました。なんか同じ全身でもやっぱりちょっと、あ、ちょっと表情が違うの、雰囲気がちょっと、え、どんな感じ、どんな感じ、強いて言えば、なんか、うん、こうリラックスされてますね。リラックスされてる、車体の方が舐められてるのかな、俺は。こちらです、はい、バン。あー、いいじゃないですか。1ですね。表情をご覧ください。うわ、はぁ、笑ってはるね。笑ってはるわ、うちのマネージャー、笑ってはる。同じ位置でも柔らかい位置です。笑ってはる、はい、いや、ええやん、これ。あ、いいですね。割とピント合ってるな。合ってますね。なんか古いカメラでっておっしゃってましたけれども、うん、全然綺麗ですね。後ろにこう去って、おぉ、かっこいいですね。野菜戦士バスタブ、はよ取れや。なんで今やねん。潜在やぞ。
坂さん、うん、これ多分、うん、あの一番最初の、うん、何をしとんねんの顔ですね。何をしとんねん、何シャッター押しとんねん。エグゼン、ちょっと待ってください宣材写真ですよね。すごいいい人だろうなっていう表情。あ、いい人な感じですか。いい人な感じです、はい、ご覧ください、ドン。ちゃうやん、ちゃうやん。もう完全にこれ、エグゼン君売れてないお笑い芸人の顔じゃないですか。エグゼン君、えー、うちくん売れてないよ、この人売れてもてるみたいな、その時よ、押せや、早く押せやみたいな時のダブン表情ですね、これは。えー、うちくん笑ってくださいって言ったね、これ完全に。いやいやいや、笑ってくださいのか、もちゃん。いやいやいやって言って、よ、押さんのかいみたいな時のシャッっていう売れてないお笑い芸人の顔じゃないですか。お願いしますよ、行きましょうちょっとちょっと笑い大きくなってるじゃないですか。何やの、なんでそんな顔すんの。めちゃくちゃいい、何やの、めちゃくちゃいい写真撮れてる。タチラです。いや、バカバカ農協の人やないか。農協のトウモロコシ大好きっ子声優じゃん。いいトウモロコシ取れましたっていうミスタートウモロコシじゃん。やってないよ俺、北海道となんかをコラボしてませんでしたっけ。1枚ぐらいまともなやつちょうだいよ。でも小野塚さん、まだいっぱいあるんで。あるの、本当にいっぱいあるんで。まあいいけどもさ、任してください。ちょっとちょ、笑んといてな、もうな。ちょっとちょっと、1枚でいいから、1枚でいいのよねえ。この方は、うん、何の賞を取られた方なんですか。何の賞、多分なんか町のボーリング大会なんでしょうね。町のいや、いい写りではあるんだけども、いい写りなんですよこれは。うちの神谷くんとかね、あのなんかあのアニメのショーとか撮ってこうやってんのありますけど、はいはい、あれの横にこれ置かれんのよ、俺。したら、小野坂さん何の賞取ったんですかってなりますから。絶対笑わんといて。おい、なんかちょっと待って、なんか持ってんのかな。なんか持ってんねんな、また。まあ、持ってるか持ってないかって持ってますね。持ってんねんな、また。しかもめちゃくちゃ。何や。いや、これはもう。小野坂さんが、これは小野坂さん二度見して笑うって何やねん。めちゃくちゃ面白い。野菜のこと愛しすぎて野菜かい、あのもうトークが止まらないっていう方の、写真です。しかも喋ってるやん完全に目つぶってもうてるやん。えつに行ってもうてるやん、喋りに。喋りがもう越に行ってもうてるやん、自分に酔うてもうてるやん。喋りうまいなーって、めちゃくちゃ好きなんだろうなっていう、その野菜めちゃくちゃ好きなんだろうなっていう。いや、人参の魂がですねって言ってるやん。いいんですよって言って、やはりぬか漬けですよねって言ってるやん。言うてもうてるやん、もう。もう持たさんといて何も、はい、おそらく持たせてないのもあると思うんですよね。1枚はあって、お願いします。誰に聞いてんねんお前、過去のお前、過去の自分に。はい、ちょっとちょっと、うわ、小野坂さん何持ってないんですよ。持ってないの。持ってないんです。俺だけ主役、持ってないんです。俺が主役ね。何も持ってないんですけど、俺が主役ね。映ってない、映ってない。光で今まで全然映ってない。全然一つも失敗しなかったのに、一つも失敗しなかったのに、持ってないのだけ唯一。俺なんなんだよお前、それ何も持ってない写真じゃんかよ、これくれよ俺。それだった、それだった。なんでこんな、お前この人3ヶ月後に死にますの心霊写真じゃねえかよお前、引き裂かれますの心霊写真じゃねえかよ。この人3ヶ月後に死にますの心霊写真じゃねえかよ。やっぱり、はい、
男前なんですね。え、男前な感じで。自分で言われるのちょっと恥ずかしいかもしれないですけど、はい、何か私にですね。タイトルつけるのやめてもらっていいですか。この写真で一言じゃないんですよ。ちょっと何か私にって言ってみて。何か私に。はい、ぴったり。何か私に。いいええやん、それいいっすね。え、若手みたいね。若手声優みたい。はい、なんかイケてますよ。なんか若々しく映ってるね。なんか若返るんですかね、僕シャッターをされると。なんかいい感じです。なんかエグさんって腕、女の子ぐらい細いっすね。なんか細いっすよね。皆さん、すいません、はい、え、ピンボケありました。あ、ピンボケ、珍しい。ピンボケありました。あー、惜しい表情いいのに、はい、表情も、形も素晴らしいですね。いいのにね、はい、画角もちょうどよかったね。画角ちょうどいいです。これだってもう、ピンと合ってたら、なんか、ね、目に留まるし。いや、もう申し訳ない、本当に。うわー、惜しいですね。申し訳ない。こういうパターンもあるんですね、うん。さっきのはワイルドな江口さん、はい、ワイルド江口見せましたけど、はい、今回はラブリーな江口さん。ラブリー江口さん。いや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 、絶対受けるで、これ多分ね、ファン投票はこれやと思います。なんでこの人ハート抱いてるんだ。みんなのことが大好きって。やばい。言ってみて、言ってみて。みんなのことが大好き。M かわいい。かわいくないんですよ。それ事務所プロフィールこれだったらやばいっすよ。それかと思う。それかと思う。仕事この人来ますかね、これ。絶対来んじゃん。来ますか。女性受けアニメ絶対来んじゃん。本当ですか。うん、さあ、いやいやいや、笑ってるじゃないですか。笑ってるじゃないですか。決定打が出ました。決定打。江口さんってどこがいいかっていうと、やっぱり優しいっていう部分足りないんですよ。優しいって見た目が。江口さんってやっぱ可愛いとか、はいはい、かっこいいとかね、ちょっとミステリアス入ってもらうんです。ミステリア確かに入ってるかもしれないですね。で、本当の心分かんないなっていうところがね。よく言われますね、確かに、うん、何考えてるか分かんない。分からないって言われる。そこがいいって思ってる女子も多いと思いますが、はい、僕はやっぱりオーディションとかで選ぶんだったら、はい、江口さんの全て知りたいわけですよ。あー、この人どういう人なんだろう。そう、いわゆる心に焦点を、フォーカスを合わせたい。うわ、そんな江口さんの合っちゃってますか。心が見える作品です、はい、うわー、楽しみ。いや何考えてるんですか。何も分かんない、この人。多分、動物の心が分かるんでしょうな。分かるんでしょうな。これ、このめちゃめちゃ綺麗に止まってるやん。いや、めちゃくちゃいいっすね。なんかテープ全然分かれへんやん。めっちゃ綺麗。ほんで、これ、もしかして、ナウシカに出てました。すごいな。ロボット兵かな。あれ、ロボット兵こんな顔してたな。あれいい写真。心優しいロボット兵だな。ほんま、ええ写真ばっか。俺、ほんま、これも絶対受けると思うねんけど。やばいですって、ハート抱き抱えてるの。いや、これ、ええですよね。江口くんはどれがええの。これかな。うわ、平和の象徴やね。平和の象徴、江口拓也。ありがとうございます。これも絶対あれですね、はい、仕事、もう電話鳴りやみませんよ。本当ですか、うん、うわー、これ小野坂さんのおかげです。これどうですかね。一番最初の写真可愛いですけどね、このふとした時の。唯一物を持ってないのこれだけなんですよ。これしかないんですよ。俺、いい写真いっぱいありますよ。俺もいっそのことを、はい、もうこれでいいですよ。いっそのこと、いい写真ですよ。いい写真、いっそのこともう、はい、ちょ
そう僕もこれこの1ヶ月ぐらいこれ のっけて、はい、トウモロコシの仕事来たら江口さんに感謝ですわトウモロコシの仕事来てほしいな夏やしね江口君俺もうほんまに東京にいてへんかもしばらくしばらくやめてください江口さんしばらく声優プレイの鳥なくなりますどこで仕事してるんですかそれも北海道ですよねなんかどの金を通していただいたかみたいなやっぱ分かりやすく表記されてる時ありますね確かにじゃあ俺ロバート・マサでいい誰ロバート・キャパっていう戦場カメラマンがいてるんですよ、はいはい、すごい有名な、はい、憧れの、はい、ロバート・マサであ、小野坂さんのカメラマンの名前はもうロバート・マサロバート・マサでエグヤマキシンそれはもうなんかいろんなところからなんか僕の方にクレームきそうですけどそれ有名なカメラマン他にエガソピカソみたいエガソエガソまあでもこのカメラマンの特徴として何かを持たすっていうあれがありますからねそうですねじゃあエガソさんでエガソさんでお願いしますちなみに今回の宣材写真ですが、はい、本日から1ヶ月間限定で青二プロダクションさんそして AT1 プロデュースの、公式ホームページに掲載しておりますのでじゃんじゃん見に行ってくださいどうするサーバー落ちたらいやこれはそうだってそういう風に作ってないですからねみんなでうわー見に行こうぜっていう風に耐えられないかもしれないですよこれサバ落ちの可能性ありますからねサバ落ちするサバ落ちの可能性あります野菜やのにサバ落ち今回はここまでえ小野坂さん肉じゃないってことね肉ですでも最終的には頼んじゃうんですよ市長さんチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。